いざ、今ヒューガ、空手一回でもかじったことあるやつ、生涯にかけてうんこ固め大和、カムドットです。今日はノリ、今日は完全にノリ今日完全にノリだな。時刻なんですけども、午前4時と、はい、怖いわもう。世の中の方はピンと来ない時間、28時です。いや、わけないな。28時なのテレビとかがね、シャーシャーなってる時間ですけど、チャンネルによってはね。チャンネルによってはね。今回なんですけども、もうこれ完全にノリで回したカメラになっております。うん、まあ昨日、一昨日で出た企画で、思い出いなかったの誰かクイズみたいな企画をやったわけじゃないですか。うん、であれで、まあ地元の友達が集まっていまして、なんか盛り上がっちゃった。めっちゃ盛り上がったね。で、俺ら盛り上がっちゃうと、大体やることがあると。もうそれをそのまま本日は企画にしていきたいと思います。はい、ということで本日の企画、本当に緊急ゲリラお泊まり会。まあ今日以外の泊まりは嘘だからね、全部。そうだ、あれはほぼ、あれはもう俺ら企画としてやっちゃってるから、これが一番リアルな泊まり。やっぱヒューガン家にいて、結構めっちゃ盛り上がって夜までいて、ほら泊まっちゃえよみたいな、それで結構あったわけのノリだね。普通の YouTuber だったら生放送でやっちゃうところを編集してお届けしています。チェース。素晴らしい。この時間にその滑舌は素晴らしいよ。ありがとうございます。まあ改めて説明しますと、まあ僕たちってまあ5人でコムドットやってるんですけど、もともと10人組ですよ。まあ何回も言ってるんですけど、ここでやってたノリをそのまま地元ノリを全国へという形で全国へ発信してると。だからまあここの5人で遊ぶことというよりかは、まあ10人の誰かが遊ぶことが多いわけ。そうね。なんなら浦田とか結構いないしね。ユウマより他のみんなの方がいるし。そうそうそう。まあ今あのカズエ君はね、カズエライフで有名ですけれども、うん、アメリカにいるということで、はい、まあ今日はいないですと。でまあリキヤ君の方なんですけれども、まあ誘っていないんですけど、まあバックレられたと。誘ってないのにバックレたね。そうそうそう。なかなか珍しいねこれ。まあ本日なんですけども、まあカズエ君不在で、まあキウチ、カナタ、ピーが来てくれてます。うん。これ盛り上がり間違いないね今日。間違いない今日の企画は。まあ、カズエなんていない方が本当盛り上がるからね。あいつバー冷めさせちゃうから。結構ノリ間違ってる人だから。カズエだけでアホと一緒にだけだから、あいつは。そのカズエがカズエライフでやってることは地元ノリではないです。これはね、あの、カズエノリだから。カズエも一人でやっちゃったから。で、まあ普通にお泊まり会してもいいんですけど、まあ、やっぱり。狭いな。まあそれでしょ。狭いな。あ、違う。え、間違えた。失礼よ。ごめん。こんだけガンガン騒いでいて狭いわ。臭いね。あ、臭くないし。結構匂い気使って、あれとか見ろよ。あの白のさ、防腐剤みたいなやつあるじゃん。あれなんか2ヶ月ぐらい持つって言われたの。3週間ぐらいで枯れたんだけど、中身。お前ら臭すぎね。俺ら臭くないし。エンタメ性に欠ける。あ、この家ね。いや、この家がじゃなくて。ほら、くしゃくしゃ。ハウスダストだ。ほんとユーマだけだよね、くしゃみしちゃうの。いや、またできなかった。止めようとしてんだ。ジャイアン、お前って言ったらですね。もういいの。前に行こうか、いいやな。タイムアウト。どうすんの、じゃあ。いいよ、あんたにもタイムアウト中からのホームルームの H。 あ、何やってんだ俺。クインクインクイン。ヨウムシ。イモムシ、イモムシ、イモムシが執着。おお、終わった、終わった、終わった。キツネと水かけてのスパイダーマン。なんか下ネタ来そうやなと思ったけど、スパイダーマンだ。ということで、まあ本日エンタメ性をちょっと込めたいということで、2チームに分かれてお泊まり会をしていきたいと思います。おお、家っちゅったらこの男、アムギリ君。はい、物件持ってっかね。そう、あの港区の方にはなっちゃうんだけれども、まあ家賃500万のところ。だから来月1500万ドルですよ、引っ越すらしい。そうそうそう。まあなんで、まあアムギリ君家が一つ。そして家というか労災というかね、これ僕んちね。まあこのボロ屋もやるんだ。あ、ボロ屋って言わないの。労災っていう言い方したよ。港区のあっちゃんちとこのボロ屋。いや、僕んちね。あ、オッケー。これはちょっとあのみんなには申し訳ないんだけど、あっちゃんと僕で通り見させていただきます。うわー、これはどれだけアムギリに好かれてヤマトに嫌われてるかが限り、鍵だ。え、俺に取られたい人。あ、これを加味して、あの好きな方に T をなしにしたの。ガチで1対7とかになるの。なるなるなる。いや、いつもさ、やっぱコムドットの5人でトーリッピするわけやん。だからまあパターン化しちゃうというか、まあいつも俺が取られないみたいなノリがあるんだけど、あれもなんかもういいと。地元の友達がいた、友達がいたで、やっぱ順番変わるわけよ。確かに。で、意外とヒューが最初に取られない。うん、意外とあいつ人気なんだみたいなのをリアルお届けしたいということ。はいはい。じゃあもう画面に出れる人出てくると思う。あ、
うわ、トーリピだ。選ばれた人が入ってくるスタイルでした。俺は出る。そうする俺は出るか。あ、いいやいいや。オッケーオッケー。出るわ、出るわ。待て待て待て、あれ、最初アピールはちょっと欲しいわ。あ、オッケー。じゃあ3ない。なんでじゃあ触んないで、なんでじゃあ、一人ずつ取られたい方言っていく、一応。あ、俺は。ガチで。オッケー。ガチ。じゃあ僕が取られたい方。アムギリ。よっしゃー、僕が取られたい方。アムギリ。よっしゃー。あ、ノリとかじゃないか。うん、違う違う。アムギリ。よっしゃー、アムギリ。アムギリ。あれ？いつもお世話になってる。あつきです。なんか仲良く仲いいからね。え、マジか。まあ、ええわ。どうせ取られるんやで。ほんとに。お前ら気まずいぞ。じゃあ皆さん、ハゲてもらって。はい。ありがとうございます。取られたらいけないんだよ。一応、お互いのアピールしとこうや。あ、まあ、そう、ちょうだいちょうだい。アムギリ先行やるっちゃ。おお。ファニーファミリーファニーファニーファニーお前英語使わないよ。地元の中で一番頭悪いやん。いや一番頭ずー抜けてるやん。ずー抜け飛び抜けて頭悪い。ずー抜けてんだ。ドじゃないよ。頭が抜けてる。あこれドが抜けてるって何ドすぎてるか。何ってなお前やばいやばいやばい深夜4時いきまーす。やっちゃうわ。せーの、トーリピー。うわあ。誰誰誰誰マジマジ。第一希望いただきます。ヒューガー。わあ。おいしゃった。おいしゃった。おい。マジ嬉しい。マジで嬉しい。これはマジで嬉しいやつや。マジで来た。久々にマジで来た企画。僕の番なおちゃん。マジか、お前絶対あいつだと思ってたよ。だから俺は第一希望ヒューガでしょ。あぶねー、天国と地獄の狭間。あぶねー、狭間にいた。いいですか、選んだ僕は。死ぬやつ出る。いきます。ほいで彼方。カナダ明るいし料理してくれるしハッピー野郎だから絶対必要。いらない理由ない。じゃあアムギリ勝て。よし、お前絶対勝て。もうこうなったらオリジナルピッチャー。いや俺マジでコムドットいらないもん。マジそうや。マジそうや。よし、行くぞ。せーの、トリピー。うわー、どうせユータユーマあたり取るんだよ。ユータ取る飯しかしない。やめろ、お前いらないからって差し出さない。いや、差し出さない。いや、ユータを差し出したふりして俺がユータ取んなかったらユータ取る。いや、違う違う、そんなことない。いや、いや、そんなことない。まだない、マジか。いや、俺ね、マジで決めてる。俺はあっちゃんとまだ相談してないけど、あっちゃんと相談する。じゃあ分かった、どっちも取らないっていう笑いにして。え、じゃあこれは守ろう。ユータは取らない。オッケー。何これ。これ絶対言うたっていう。あ、まあいいよ、本当にやろう。いきます。マジでどれ。キューチ。うわー、いやー、めっちゃめっちゃ。俺もコムドットじゃないやつを集めたい。僕はコムドットじゃないやつをいたい。超いい、めっちゃいい。よわかりました。いきます。ゆうた。うわうわっしゃあ。最後どっちかが全部地元のなんか全部コムドットなのかのじゃんけんにしちゃった。あ、なるほど。けど浦田やっぱいらないから。浦田でもいいんじゃねってみんな思ったから今。まあどうしよう、このじゃんけんマジ大事大事だなこれはね。いやでもやだな、コムドットだけになった場合俺の愚痴大会。いや、だから俺らはもうそれは嫌だから、ここで勝ったらもう、うん、そうだね。で両方あいつが欲しいね。両方ピンが欲しい。じゃあせめてユーマどっちチーム行きたいかだけ教えてよ。わかんねえ。じゃあ正直な気持ちよ。もうそれは家がアムギリの方がいいからね。オッケーオッケー。いやまあまあそういうことじゃない、もうメンツ決まってるやん。メンツも見てどっちでもいい。それがダメだ。そういうやつだから選ばれる。
ないんだよ。取ってやりてえな、ユーマ。あいつの人生変えてやりてえよ、俺。変えてやって。卑屈なあいつを変えてやりてえ。いいよ。いくぞ。うん、せーの。トリピおぉせーの。トリピおぉトリピうわー取ってやりてえ、やばい。やばい。取れよ。これやばいぞ。取ってやりてえんだろ、取れよ。いや、これマジ気になるわ。ピッよし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 コムドット4はやべえ、やばいやばいマジでやべえ。いや、ユーマは好きよ。ユーマは好き。これ一応なんか物議かもし始めたから、裏高ピーかっていう話でしょ、うん、で、俺は今ピーを選びかけてる。あれあれあれ、ちょっと言ってよ。ピーを選びかけてる。あ、引き際になんだ。あ、言ってた。確かに。やっぱ P がいい理由として、俺やっぱもう毎日みんなといるから、あー普段遊べない、うん、あのみんなといたかったっていう。そうそう、だ単純にそう、うん、俺はその卑屈な浦田さんの人生を変えたい、うん、じゃあ浦田うちでもらいます。おおおおお出た。こっちで A 気にした。おいで、ありがとう山本。確かにきつかったよ俺ら4人の A。 これはこれは何何何、考えてること一緒だ。俺も多分俺は編集で呼ばれたぞ。こっちの画角を見ている人が一人必要だ。こっちの画角はユーマが勝つ。編集で呼ばれた。もう仕事で呼ばれてるやん。おっしゃおっしゃ、こっちが良かったね。大丈夫言えば。おい普通に編集で撮ったわけじゃないぞ。編集だろ。違う違う、ユーマ。僕チームユーマ取ります。はい、そして僕たち P お願いします。はい、いやこれも完璧よ、うん、え、P どっちが良かったの。チームぶっちゃけなんとかこっちだったね。まあ初めて来るしね。まあでも結構いい感じに分かれてるんだよ、うん、まあなんかこれはあのコムドットの動画っていうよりも、まあより中学校時代っていう。じゃあボン普通にこっち来てね。あ、もうカメラマンで、うん、じゃあボンのじゃんけんしようよ。いやもう本当に欲しい、本当に欲しい、お願い。いやボンは欲しい、ガチで欲しい。ボンは絶対欲しい。ボンは一発目に取られてもおかしくない存在感よ。じゃんけん、うわこれ絶対勝たない。あの日マジ頼む。せーの、トリピー、やばーやったー。完璧や、ピーとボンとジュンとザブリーと完成。完璧だ。マジもうここで仕事あるらしいです。うん、ない。俺今日終わらせたの。うわあ、マジ最高やん。え、気づいてる？カナタとキウチのガチで嫌そうな顔。こっち来たそうよ。大丈夫だな。大丈夫だな。大丈夫だな。うまい飯作ってやる、マジで。ああ、やっぱだから欲しいんだ、こういうこと言う。いやー、カナタはマジで必要やつだわ。カナタがいれば大丈夫だ。そうなんだよね。いや、今俺ケンチも褒めた。いや、ケンチはいるよ。じゃあまあそんな感じでね、僕たちのリアルなお泊まり会、まあ今までの中で一番地元乗りかもしれません。ラフなお泊まりね。うん、まあそんな感じでお泊まりしていきたいと思います。それではやっていきましょう。あ、じゃあ俺とカナダで買い出し行ってくるから、うん、2人でちょっとトレード作っといて、視聴率を考えて2、3分のなんとかなる素材を取っかー、トロピカルマンゴー。ナルトやん、もう。やばい。大丈夫、窮地ユーマ置いてって。大丈夫。あ、ほんと、あの、心強いよ。何食いたいとかある？俺の中で今一応献立浮かんでるよ。あ、なんて完全に任せよう。あ、じゃあちょっとお酒とかも買ってくるわ。よし、ありがとうございます。いや、俺普通にカナタ、あのこたつで飲んだ時にさ、俺が一番仲良くないって言ったのめっちゃ根に持ってマジか。根に持たれてるらしいですよ。いや、笑ってくれた。世界で一人だけ。カナタだけ多分。いってらっしゃい。いってらっしゃい。よし、もう部屋だぜ。これだけなさすぎだろ。キウチくんと僕は小学生の頃仲が良かったです。そうなんですよ。小学校の頃はね、バッテリーを組んだりしていました。あんま想像つかないだろうね、今みんなからすると。しかも俺キャッチャーっていうね。勝手かぶったり。ゆるゆるや。やばすぎる。
普通な慣れ初めなんだね。うん、近かった、近かっただけ。多分使われてないっす。お前の、お前の多分使われてないっす。多分編集するなんて。ほんとかよ。もうデータが更新されてないんだけど、そういう時ある？ない。はい、ということでね、僕たちの買い物していきたいと思います。イエーイ。ゆうた、もみじまんじゅう好き？いや、もみじまんじゅうよ、買うよ。うん、ちょっとお腹空いちゃった。おはぎとかいい？あ、おはぎ食べたい。おはぎめっちゃ食べたいわ。桜餅は？あ、いいね。やばすぎだ。もう料理とかめんどくさいんで、時間が本当に時間だから。あ、お弁当とかあるんだ。めっちゃいいやん、弁当食う。みんなで。卵なくなってるわ、あっちゃんち。あと食パンもなくなっちゃってるわ。食パンいらんやん。いや、あっちゃん食パンないと怒んねん。あ、そうなの？え、待って、ゆうた。え、俺らさ、撮ってること忘れてね。それといったこと話しました？いや、動画っぽいことは何も。あ、なんか、うわー、やっと動画っぽくなってきたわ。あいつ見ると動画っぽくなるな。なんだよ、あいつら。俺なんかいるやん。ヤマト、ダメなんだよな。虫ね。苦しかったね。苦しい。マジがないんだよ。刺身をさ、あ、刺身行こうよ。あ、けど切るのだるいから、切れてるやつない。あ、筋子とか。カナタいてくれたらな。ほら、そっち料理人いねえから弁当ばっかやん。ホタテあれできんだけど。カナタガチ欲しかったな。おい、カナタだけ来てくんねえか。カナタだけ来てよ。いや、ゴミなんだけどな。誰がゴミやねん。ホタテを…もう問題なの。ヒューガ、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 見えないんかな。何をやろう。ヒューガ、え、何すればいいの。え、ゆうた、酒どっちだっけ。酒あっち、酒あっち。酒ね、向こうの方にね、あった気がする。向こうです。硬いから GoPro っていう。向こうの方にね、酒ね、酒飲みたいな。じゃあお酒だけ買って終わり。だから筋から酒のつまみもなるから。邪魔やな、普通に。ネタバラシ普通に。え、サラダとかいる？サラダいらない、スワマだけあれば大丈夫。反応しちゃってんじゃん。ヒューが、ほら、もう吸い寄せられるように柚子白菜の元へ。ほら、柚子白菜やん。ヒョウ君、レバニラあっちの方にありましたよ。ヒョウ君、ヒョウ君、レジのとこにサーマーあります。あ、まだ男女もカメラも持たないで、お前買い物来てんの。一人、一人。あ、まあ、俺は幽霊か、お前。え、なんで体笑うの、今ので。え、そう、今日チョロゲーなんだけど。いいやん、地元やぞ。じゃあ、あと食パンだけ買って。食パンで買わないとあっちゃんにぶち切れられるから。ヒューガー、ヒューガー、トップ、トップ。誰がクシャルだ、俺。誰が、誰がクシャルだ、俺。あ、やばい、ユズ白菜落ちた。危ねえ、ユズ白菜調理した。ユズ白菜って、クレバの音源か。一切合菜やん。ちょ、お前ガチうるせえよ。ちょいちょい俺見えてんの、なんなの。じゃあね。じゃあね、買うもの揃ったんで、レジ通していきます。お値段気にしなくて大丈夫。本当ですか。うち持ってくから。とりあえずね、ちょっとね、豚バラ肉だけ欲しいんだけど。背が低いと、こういうことになるの。なんか一個、みんなでつまむステーキぐらい。これいっちゃうか。いってまーす。いっちゃうか。まあ、こんなもんでいいんだよ。こんなもんでいいか。着きました。今、買い出し行ってもらってるということで、ちょっと待ちですね。何そのテンション。だって、朝だよ。確かに、もう4時。うん、ピー、明日何時起き。明日何もない。何もない。じゃあ大丈夫だ。いいね。プロケン見に行かなきゃいけないよ。おー、プロケン。キューピーと。うわー、意外なメンツですね。でも結構映画見に行ってる。キルチと、うん、サシで。サシとかある、全然。二人で。え、だって飯と一緒でしょ。あ、そういう感覚なの。映画を。映画の多人数で行くの。多人数。大人数で。バカにしてる。道が大渋滞っていうのでしょ。道が大渋滞、ね、そうそう、だからそういう感じ。だから道が大渋滞っていうのと同じ感じね。ああ、あれ大渋滞が正解です。そうだよ。そっかそっかそっか。びっくりしたな。やめやめ、ここで頑張れよ。朝4時なんで。見て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 。あっちゃんの顔のシルエットと形一緒すぎて。おお、あ、ライトになるの。でしょ、お前。お前すごっ。小さき発光してる人やん。いくピーとあっちゃんってさ、ここ同じじゃん。仲良かったの。え、めっちゃ仲良かったよ。文化祭とか手つないで写真撮って。あー、撮ったわ。そのまあ、マイベストフレンドみたいな箱に入って。トイストーリーの相手。手つないで。
ピースして写真撮って。そう、意外と仲良かった、ちゃんと。あっちゃんのせいで、でも入学式チェックしたもん。いや、違う、あれはピーだよ。あっちゃんが唯一高校3年間で遅刻した1回。そうだから、それがなかったら俺皆勤賞だ。ああ正勤賞になっちゃった。それで正勤賞って何なの？正勤賞っていうのはだから1回休むか1回欠席。いや一緒だ1回遅刻か1回欠席の遅刻と欠席を少ない人。入学式当日にあっちゃんがなんか時間間違えて、違う、ピーが保護者の時間見て間違えちゃって言っちゃった。あっちゃんは早い方で言ってきたの？そう言ってきたんだけど、そんなわけねえだろなわけそんな早くねえよと思って、で、学校着いたら先生が早く来てみたいに言ってた、うん、こちらで教室で話してて、先生うわそれと別のクラスだったので、1年とか3年間別のクラスだった。あ、1回もなってない。ピーターで小3小4と中2よく覚えてるよ俺よくそんなの待ってたんだ今だってP高校3年間バスケ部でしょ。あっちゃんやめたの？実際なんで？なんでやめたの？え、ちょっと俺もね、よくわかんない。思ってるのは、あっちゃんの、あの根性のなさ。いや、じゃあ、あ、高校部活きつかったんだ。部活内でいじめになった。あれ？誰からだよ。え、じゃあ、だから、あれだよ、うん、バッシュ投げられたもん、草むらに。誰に？え、先輩。あ、あったね、キレてたな、あっちゃん。あれはひどいよ。お前、今言えよ。あそいつら。じゃあ。言えよ。じゃあ。で、一人あっちゃんだって部活やめても陽気だったね。え、陽気じゃないよ隠れやで、しかも高校の人たち行ってなかったの？地元の友達しか行ってなかったんだ。地元に一人行ってなかった。一人でやってたよ。で、雪降った次の日に家の近くで俺車乗ってたら、段ボール持ったあっちゃんいて、何してんのって言ったら、俺これちょっと公園に行くとか言って、え、段ボール持って何すんの？懐かしい。いや、ちょっと雪で滑ろうかなやばこいつやと思って確かに、YouTube やってると知らなかった。そう、マジでやばいやつ。マジでやばいやつだと思って腹減った。早く来てください。ウィズー。ウィズー。は？え？いけじゃねえよ。いけ？危ない危ない。危ない危ないじゃないよ。危ない危ない。おお。あ、ざま。キューチビールなし。今。もうキューチやってないよ。え、なんで？キューチ。あ、キューチビールなし。俺一人で鳴るが来るから倒せるわけね。危ない。ねえ、何やってんのガチで。ねえ、俺らが買い出しに行ってきたのは何じゃ。いや、無視やばいでしょでもさ、俺計算はしてなかったんだけどさ、うん、これもうはお前さ何お前どれだか作ろうとしてる俺に何バックナンバーかぶせてるの。没収だよ。あー、待って待って待って、マジであるから。終わってる。よっしゃハゲてだけハゲてだけ。え、ガチ YouTube だぜえ、あんまなめんなよ。木内はいいよ、ゲストで来てもらってっからここ本拠地なの？おめえのチャンネルだお前終わったか確認すんの今チラッとどうもーモンスターハンター友達です。これね、完全にいつもモンハンをやる4人組なんですカナダがね、今日料理やってくれるってことで、カナダが料理してくれてる間に俺らがモンハンやるかやらないか、これだけ決めていきたい。やらないの一択じゃない。いやいや、ちゃちゃっと作るからさ、飯を作る分際で俺らにこうガッてくるのは違くない？俺らモンハンだよ、普通に。あげないよお前ね、やっぱ変な感じになるね全員モンハン組だとオッケー、じゃあさすがに飯作るのもそれでしょ。酒飲んでみんなでもはやろう。最高だ。さあ行こう。はーい、待ってたろ。お帰り。さあ、おい、どんな顔してんだお前。飯食うんだよ。ああみたいな。疲れた。とこありだぞ。いってー。ごめん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 、マジごめんよ。こっち見ろよ。マジごめん。こっち見ろよ。ということで、まあ時間も時間で大変なんですけど、はい、お泊まり楽しんでいこう。お腹すいたぜ。飯を見て。まずメインが5個ある。うん、まあそうね、まあ5人だからメインを5個、まああるんだろうね、みんな希望が。じゃあマジじゃんけんね。いや、マジでやばいよ。多分ちなみにお酢パワーもち麦入りご飯っていう、健康食みたいな弁当が1個あるんだよ。まあケツやろうな。あ、まあ、タニタ食堂、まあ、相場ケツだね。まあいい、全然別にいいもんだけど肉団子黒酢あえ弁当だけど、これうまいよ全然。いや、うまいのはそうよ、一番安い。すごい、いくら？297円。いくよ、はい、せーの、最初100円。じゃんけん、おい、わーい、ビーマジョッセー、頼む、せーの、最初100円。じゃんけん、おい、わーい、マジで来た、マジで来た。
これはマジで来た。もうだってラインナップ入れるもん。確かに。あと一生必要や。あと一生必要だわ。せーの、さあ行け行け行け。まだ大丈夫だ。いくぞ。うわ、これマジ大事。人生決まる。人生マジそう。いくよ。せーの。さあ、行け。はい。わあ。すごい。せーの。はい、行こうぜ。せーの。はい、行こうぜ。うわあ。やばすぎてる。やばすぎる、これは。マジでやばい。マジでやばい。マジでやばい。せーの。はい、行こうぜ。わあ。じゃあどれ？うわぁ、ちょっとこれでも、おめぇ、これやな。あぁー、3人飛んだっすね。いただきます。いや、ちょっと大きい弁当。マジで腹減ってるやん。したらもうあれしかないな。ジャジャン。おぉー、ちょっとこれ最後順番に選んでもおもろないな。なんでやねん。マジそう、おもろないね。これあっちゃんとピノジャンケ臭いな。なんでやねん。じゃあっちゃん、俺あれだな、じゃあグー出すわ。うわ、待ってグー出すわ。俺も最後負けたからさ、さっき最初の仕方からさ。じゃあ俺もグー出すわ。え、なんで。まあ一回見よう、一回見よう。じゃあグー同士で、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。おお、ちょいやつ2人、超友達。やっぱ仲いいからね。うん、まあじゃあもう一回グー出すしてもいいんだよね。もう一回俺もグー出すわ。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。あああああああ、勝って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 、どうなるの。あー、そうだよ。勝って、勝って、持ち上げて、勝って、ゴロゴロ野菜と肉団黒沢弁当。バカされてんな。いや、どっちに出てくる。どっちでもいい。別に俺らの目線で飯を決めんなよ。やばい、180万人の冷たい目線が俺に向いてる。見てねえわ。見てない、全然見てない。お前のことそんなに2回勝ってるから。それ、これ、これでいい、これこれでいい、これでいい、ほんとだな、これでいいよね、ほんとだな、ほんとだな。5秒以内、5、4、3、2、1。まだなんだよ。いや、ちょっともう無理だ、今はもうこれだわ。うわー、 P は、え、俺、うん、お、わかんない、 P が、あー、 P の、 もし弁当余った場合はどうなんの、これは。いや、もうさあ、みんなで食う、みんなで、みんなで食べる。じゃあ、1人で専業でいい。なるほど。一人食べたいもんがあるんだ。それ選んでいい。それ選んでいい。全然選んでいい。でもリアルにやっぱ好きなもんは、うん、行った方がいい。これかな。なんでだよ。ねえ、煮物じゃん。みんなで食わせて。煮物みんなで食べ、これもみんなで食べたい。これとこれ、どれ。もういい、食べはもういいのね。もうそれね。おーい、ラブカー食堂だよ。よいしょ。じゃあよろしく、もう2人ですか。え、カナタ何作んの。豚キムチ焼きうどん。おお、カナタの彼女がなんかカナタに作ってくれたらしくて。そうなんだ、ちょっと感激しちゃってみんな作っちゃおう。すごいよね。ラブメニューってことですか。うん、お前ずっと浮いてんだよ。はい、失礼します。よし、え、手伝ってもらっていいの。はい、ほぐしてもらっていいか、水で。こんな感じで、ね、調理が行われていきます。やめろお前、手話の立ち位置や、お前。キムチって剛毛だよね、普通に。ヒゲこんだけ生えてるもんね、普通に。何やその返し。あの、マジすごいね、キムチのヒゲ。みんなが思ってるよりもすごいと思う。モモ裏毛とかすごい立派だわ。なんか違う。ほら、それでも笑ってもらえないように。なんかここに来て地元っぽくなってきたね。なんか最近結構地元ラブみたいな結構多いですね。本来俺らが出したかった動画ってこういうのだから。呼んでもらって俺らも嬉しい、ね、あ、ほんと。本当にそう言ってくれるとね、俺は嬉しいよね。本当に楽しい感じで。うん、これね、一切お金払ってないからね、俺ら。でもその代わり、なんかみんなで旅行行った時とかは、まあ俺らだとね、ちょっと出させてもらうとか、そういうので恩返ししていったらいいな。それで、はい、大丈夫ですかね。キューチもカナタも今喋る時だったぞ。まあ今どっちも集中したいな。これはもうこの時点で豚キムチは完成してるみたいな。いや、冷静にやばいな。普通に地元の友達がピンで映ってる。現在チャンネル登録183万人、200万人向けてブーストをかけていきたいところで、ごめん、もうザ野球みたいな。
一番料理できなさそうなやつが映ってるもんね。これかもといいとかやな。うん、普通にさ、カナダとキュウチってさ、ボケかツッコミどっち？でも俺普段ツッコミになり、まあそうだね、キュウチツッコミになるよね。結構やっぱ舐められてるからさ、いじられツッコミって。あ、そうなの。カナダは？俺はね、いや俺基本的にまあボケてそれでボーンってぶん投げて、あともう周りに処理してもらうタイプだから自分で言うかね周りの信頼がやっぱ厚い。あ、まあそうだ、それぐらいやっぱ面白くしてくれるから。若干ユーマとかなんてキャラ被ってる。そうなんだよね。ウラちゃんと同じタイプだに、ね、説明するうんしょ、うわめっちゃうまそう。やべえやべえやべえ。さすがにね、やっぱ本当にカナと同じチームでよかった、ね、すごすぎる。お前多分大人気よ今地元で女子いるみたいな感じだもんね俺の女子、じゃあ女子力ちょっとどんどん上げて。あ、いいよ無理すんだからとりあえず1品目は、うまそう。じゃあこれはマジすごい。こんな感じで、してもあとお肉焼くだけだもんね。うん、乾杯しようぜ。あ、そうだ、楽しいな。振り甘いだろ。めっちゃ甘いよ。ねえ、そうやって振んなよ。こうやって振るでしょ、大体。いや違うでしょ。え、そうだよ、だってえやべ、それもおかしいけど。え、石くんやってるよ。いや、触れてないよ、お前。え、こうで、そうです。いや、こうなってるから。いや、ドレッシング振るときはこうで。ちょ、いけた。シェイ、ブルブルシェイカーの。お前、腰のみなみやん。よし、乾杯しようぜ。うん。みんな、お疲れ様。お疲れ様。いいわ、乾杯式に合わす人いなくて。ね。ガチうめえわ。いただきます。いただきます。うわ、めっちゃうまい。だったらめっちゃうまそうだね。やべ、楽しいわ、飯いっぱいある。ピン、芋の好きなの。芋普通にめっちゃ好き。うん、納豆食べよう。え、うん、いいんじゃないですか。あっちゃんしだしね。よっしゃよっしゃー、やばいやばい、アホすぎる。深夜6時に飯食おうとしてんの。朝6時です。わかんないわ、もうその辺は。今度撮らさせていただきます。俺らの地元のりが全国に轟かない可能性、これ一切ない。うまいというより効いてる。薬的なこと。すげえ、ちょっとカナダのこれを食べたすぎる。いただきます。味見なんもしないんだけど。豚キムチうどん。いただきます。いただきます。うまっ、うまっ、マジでうまっ。うん。肉はこれ味付けなんの？味付けも普通に甘だれ作ったぐらい。黒毛和牛をじゃあ甘だれでいただきたいと思います。あ、マジうまいな。うん、うますぎ。なんか焼かれてるとこ見てたんだけど。焼肉屋さんみたいですか？え、なんでこれ牛目線なの？焼いてるとこじゃね、料理屋とか開けてる。不安だわ、食堂みたいな。出すよ、俺ら。出しますよ。ガンガン出す。マジっすか。ありだな、でも最近でも料理楽しいんだよね。あ、めっちゃいいや。俺らが飲みに行ける場所あるの。結構この活動してると、どこで飲みますかってなって、相手がさ、この有名人の人だと、知り合いのバーありますよ。うん、俺らだけさ、知り合いのバーないんです。だからやっぱ、知り合いの家ありますよ。あっちゃんちぐらいしか知らないから。パンダがなんか言ってくれたんだ。確かに俺はね、そう思ったんだよ。やっぱみんなが集まれるところを作ったら俺はいいんじゃないかな。めっちゃいいな、それ。会員制みたいな。はいはいはい。俺らしか来ない。全然売れないよ。バカ落としてくる。俺飯作ったら早くもう入りたい。こんなもんでよかったんだ。手めっちゃオカマっぽかったね。指短っ。子供の手袋みたい。手袋みたいな。なんだろう、生まれつき。いや、野球やりすぎたんじゃない。未だにだと俺豆あるし。え、カナダっていつ野球やめたの。大学2年生です。選手になりました。キュウチは。え、俺中学3年。高校は野球はやってないって。高校何部だっけ。え、高校北区。いや、違う、バスケ部かじってんだろ。うわ、なんか、うわ、お前ずーっと今の言わなかった。やばい、やばい、なんか白恋とかのレベルじゃなくて、なんかあったよ。今やばかったね。誰が運動変化一番悪かったんだろうね。今現在、今現在にしようか。じゃあせーの、せーの、アムギリ。なんかいたな、変なやつ一人。アムギリ、アムギリ、アムギリ、キュウチ。なんで。いや、結構これプライベートな話になっちゃうんだけど。あ、全然いい。カゼとキュウチが日焼けしちったの話してるし。どこに。卵。めっちゃキモいんだけど。その時点で何しってんの。で、バイク屋さんでブーって行ってて、ついて、いろいろキュウチさん荷物持って、ちょっとなんか、沼みたいな、死んでる池みたいになったの。カズヤはもうそれを、パーンって荷物持ったまま、ジャンプで抜けてって、向こうで待ってて、キュウチが上がったり、行くわ、つって。
こっち勢いよくつけてってジャンプしたらなんかどっかにつまずいてその池の中に降りてお前バカで下手くそ、ほんと下手くそ。じゃあ映像持ってるよね、誰か持ってる、ちょっと見てほしい。今信頼権に何入っちゃったそう、すがち使ってたんだどんぐらい死んでんの。あのね、ドブいけんの、いけるよ、いや、うん、いや、なんかつまずいたー。いや、これはあっちゃんよりひどいわ。いや、これはポンポンバシャンはわかるけど、バシャンやもう一歩目はやばいよ、キやばいっしょ。キュウジとカナタよりユマも喋ってないっていうのやばい。この2人はゲストだから遊びに来てるけど、俺ら一応仕事中ではあるから、すいません。すぐ俺の目見ない。視聴者の人が俺に怯えてる人だと思うね。なんか僕たちがさ忙しくなっちゃったからやっぱそういう動画とかが保存されてる感じが素晴らしいです。俺らってやっぱ昔のさ動画とかめっちゃ持ってるよね。逆に今となってめちゃくちゃ思い出でよかったなと思う。まあそうね、すごいことだけどね。ユーマのフォルダーとか結構ヤバいのいっぱいあるからね。ユーマって自分で結構面白いことした動画人に送んないで自分の携帯にずっと残してたから、3年後ぐらいに携帯とか見た時にめっちゃあった見たい。バインの人になりたかった時代だ。こんないっぱいあるね。めっちゃやばっ。まずいのが公式を暗記するみたいなやつを自分でなんか発明してんのよ。あったあったあった。一般ピーポー、一枚タンタンタンプラタン、一プラタンタンタンプラタン。俺の場合トゥトゥトゥルトゥトゥルトゥ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 ルトゥ、1枚タンタンタンプラタンタン、1プラタンタンタンプラタン。はぁ、あなた止める顔一番嫌だ。頼むからそれはカットでお願いします。ダメ、絶対使わないこんなとこ。痛い時期だから。はい、ログリアンだ。悪いな、みんなのオフを。やりましょう。体力スキルまでなんだろう。この状態で、あ、やっちゃった。回ってんの忘れてた。大喜利さんがいない分岡田君ってこうできる気がやめろ、もうセフレみたいな。世間が受けるとかももちろん受けたら嬉しいんだけど、ここが受ければいいよ。ここに逆に受けなかったら俺やってる意味ないから。地元乗りで受けなかったら地元乗りじゃないもん。確かに、すみません、許してください。甘くて全然甘くて、すみません。コンセプトに結構あの縛られているので。ん、間違えた。カナタの使ってみる。早速。ベイ。なんだよ。